三重県立津高等学校は、三重県津市新町三丁目にある公立高等学校。1880年、津藩校である雄造館跡地に開校した三重県最古の歴史を誇る県立高等学校である。2007年4月より、スーパーサイエンスハイスクール指定校となった。通称は津高。一学年は、 2019年度より40人の8クラスで計320人である。男女数はほぼ同数か若干男子が多い。1年時のクラスでは男女同数になる編成がなされるが、累計選択後のクラスは、文系は女子、理系は男子の数が圧倒的に多い。しかし、この傾向も鈍化の兆しが見られ、文系における男女比も理系における女男比は、 それぞれ1、2ほどの割合になっている。授業は2002年度より65分授業となった。1次元の授業が長いため、グループアークなどが授業に盛り込まれることも多い。また、都高校は2学期制を導入している。このシステムは定期試験の回数を極力減らし、授業時間を確保するという目的のもと実行されていて、少ない定期試験の代わりに、 長期休暇明け直後に行われる校内模試や確認テストといった1日、内視2日間で終わらせるテストを充実させ、試験回数を補填している。なお、津高校は開校以来一度も制服が制定されたことがなく、自由な校風とされる。ただし、戦後間もない頃は、私服の生徒は、ほとんどいなかったという。2010年に津高校130周年。 同窓会設立50周年を記念して母校の教団を開催。翌年からは有造塾として卒業生による講演を毎年実施している。2018年には三重県で唯一文部科学省が指定する SSH の3期の指定を受けた。伝統を重んじ、堅実な校風の継承、発展を図る。人権を重んじ、 自由と責任を自覚した人間としてのあり方、生き方を培う。積極的な学習態度を育成するとともに、個性の身長を図る。電車通学の生徒の大半は、近鉄名古屋線、新町駅から国道163号線より一つ、南側の細い道を歩いて通学する。また、この道は、登校時大変混雑するため、一年生はさらに、 南のプラザードを強行通る道を使って、登校することになっている。ちなみに、この津高ロードと一年生ロードの間の細い道は、カップルロードと呼ばれている。自転車通学、歩行通学の通学路は原則としてない。また、近鉄沿線ということもあり、通学に1時間程度かかる、伊賀地方の名張市や伊賀市、また、鈴鹿市からの遠距離通学者も多く見られる。 校舎は本館と1号館から4号館までがあり、その他に体育館、武道場、プールと更衣室、クラブハウス、ブルペン、弓道場、トレーニング場の建物によって構成される。運動部で約600人、文化部で約350人と掛け持ちは認められているが、80%近くの生徒が何かしらの部活に所属している。また、生徒会は、 執行部制を採用しており、投票によって選出される任期半年の生徒会役員の他にも、一般生徒が部活動として生徒会活動に参加、貢献できるようになっている。応援団は、厳密には、文化系、体育会系といったカテゴリーに分けられず、生徒会直属機関となっている。生徒会執行部は部活動に含まれず、会長、副会長以外は、 有志で誰でも入ることができる。上記の他にも様々な部活、同好会がある。ただし、配部や存在しない部の競技の大会に高校名を使って参加することは可能。効果は廃人の山口精神によって作詞された。つらかの公式サイトでダウンロードして聞くことができる。また視聴できる効果は3パターンある。 また、山口聖子によって読まれた俳句の句碑が中庭などに数個設置されている。ありがとうございます。